私は幸せというものが私たちの脳内でどのように生み出され表現されているのかということに興味を持ち、脳科学の研究を行っています。特に脳内に形成されているたくさんの神経回路の中から幸せを運んでいる神経回路を見つけたいと考えています。幸せを運ぶ神経回路を見つけ出すことができれば、例えば将来その神経回路を刺激することで誰もが自由に幸福感を得られるような脳内マッサージができるようになるかもしれません。微力ではありますが、争いや犯罪の少ない幸福社会の発展に貢献できればと考えています。幸せの脳科学研究はまだ基礎的な段階ですし、私自身もこのテーマに着手したばかりですが、小さな発見をコツコツと積み重ねて、幸せの脳内メカニズムを少しでも理解できればと思っております。ご支援のほどどうぞよろしくお願いいたします。